ニコライ・アレクサンドロビチは、ロシア大公、チェーサレービチ。家族からは、ニックスあるいは、ニクサの愛称で呼ばれていた。ダウマーと婚約時の写真1843年に、ザールス・コエセローで、皇帝ニコライ一世の長男アレクサンドル・ニコライビチ、皇太子と、その日、マリア・アレクサンドロブナヒトの間に長男として生まれた。恐ろしいほど頭が良く、才能にも恵まれ。 ロシアの希望、完璧の極地と呼ばれ、家族や教師から激愛されていた。1855年、父がアレクサンドル2世として定位につくと同時に十1歳で、セサレービチとなった。1864年、ニコライは、デンマークをクリスチャン9世のジジョダウマーと婚約した。1861年頃、軍事演習中に事故が起き、大理石の柱に背骨を強打した。 怪我は深刻なものだったが、その後適切な措置は取られなかった。ニコライ自身も無理をし、痛みを隠そうと努め、その結果命を縮めた。死の床のニコライ南欧旅行の最中に調子を崩し、最初はリュウマチと診断された。ところがこれは誤診であり、実は事故が原因で、脊椎結核を発症していることが判明した。ニコライの病状は重くなる一方で、 首が回らなくなり、音と光に異常に敏感になった。病を軽いものと見たニコライは、旅行を続けたが、イタリアに入国した時に病状が急変した。倒れた皇太子は療養のために、南フランスに運び込まれたが、病状は回復せず、追い打ちをかけるように、脊椎結核は脳へ転移し、結核性髄膜炎へ発展した。1865年4月12日の夜に、 ニースで隠しした。死の床でニコライは、婚約者のダウマーに、自分が死んだら、すぐ下の弟で、定位継承者になるアレクサンドルと結婚するよう、頼んだ、と信じられている。結婚後の反省を、ニコライの養育に注ぎ込んできた母マリアは、愛息の死に打ちのめされ、二度と立ち直れなかった。ニコライを心から敬愛していた弟のアレクサンドルは、 彼の死の3年後に生まれた兄の元婚約者である、ダウマーとの間の長男にニコライと名付けた。不詳も含めて、同姓同名である、彼は、後のニコライ2世である。ありがとうございます。